え、てか波動、え、波動昨日ドラフト会議あった、見てた、ちょっとドキドキしながら、え、見てた、見てた、え、だって呼ばれない可能性あるなと思って、え、だって本当何もしてないもん私。いやいや、いつかはまあ呼ばれ、まあそれはさ、うん、メンバーによるでしょ。そうだね、この子だった、この子たちだから最後の方に呼ばれたっていうのはあると思うし、うん、この子たちだったら最初の方に呼ばれるとか、そういうのあるやん、うんうん、あるあるある、だからそれはもう気にするとこじゃない。あーすごい。え、昨日のドラフト会議面白かったねって。なんかあれでしょ、ね、本当ガチのドラフトだったね。え、そうガチで、真中が全然、うん、あの勝てないの、かぶった時真中ちゃんらしいね。そうで、箱の中に入ってる2つの封筒を引いて、うん、あーそれ取って、でその封筒のどちらかに模様みたいな文字が書いてあって、それ文字引いた方がもらえるよってやつなんだけど、真中、うんうん、が何回も全然指名できなくて、自分のその最初の選んだ人、うんうん、もうできなくてめっちゃおもろかった。真中2回公演終わってから行ってるからね、それすごいよね。お疲れ様、本当にお疲れ様。ラッキーズッキー、そうズッキーと、あとモカちゃんもめっちゃ引き強くて、うん、マホちゃん、てかモカちゃんがマジで強かった引き、強そう、確かに。ズッキーも強くて、ズッキー結構被ってなかった気がする。ああ、確かに、うん、それはなんか見たかも。そう、あんま被ってなくて、マホピョンが被ってんのは見た。うん、そう、マホピョン被ってた。じゃんけん言わんよな。あ、そう。面白かった、本当に。そう、ズッキー最強やったね、うん、楽しみ。でも新しいチームで、ね、面白そう。うん、結構関わったことない人がいた、うん、コミさんとかちゃんと関わったことなくて、私。そうよね、チーム全然。そう、私もドキドキ、研究生とか楽しみ、うん、これから、ね、え、なんなら私モカちゃんもちゃんとさ関わってないの、うん、だから楽しみよね。ドキドキする、楽しみ。もうザ癒しって感じじゃない、その場にいるだけで、うん、本当に癒されそう。顔、いつも TikTok 見てる私は。え、モカちゃんの、モカちゃんの、あ、やってる、研究生のやつ、個人でやってるかな、研究生かな。モカちゃんめっちゃやってて。あ、そうなんや。え、自分のアカウントじゃなかったっけ、なんかやってて、いいよ、めっちゃ可愛いの、それが。なんか、かわいい。かわいいって感じのやつなの。そう、だからね、なんか画面の中の人に指名された感がすごかったんですね。うん、TikTok の人だみたいな。そうそうそう。いつも見てる人だって感じだった。楽しみな。そう、しかもナルトも同じ、うん、ね、やつで、まさかの。ナルタオや。ナルタオ一緒で。セリミューはなかったね。セリミューチャンス、セリミュー全然ないよね、うんうん、一緒になること本当になくて、はい、こんなに仲いいのに、すごいすごいって思うぐらい一緒になんない、うん、え、本当にほんまに一緒にならへん、うん、まあ、だからこそ婚活とかやってるのかな、うん、あ、ね、確かに続いてるのかな。それはある、なんか全然会えないから、ね、チームとか違うかった時は特に、うん、だからさ、わかる、うん、ここでしかゆっくり話せないみたいな。わ、うん、かるわかる、なんか近すぎても違うみたいな感じなんかな、うんうん、